黒猫ゲームズ見てね。あれ、こいつら移動してないか。移動してるんじゃないか。どうもどうも、黒猫チャンネルの黒猫です。これは大紫の越冬幼虫です。越冬幼虫なんですけど、動く気配全くないなと思ってたんですけど、どうもね、夜中に動いてるみたいなんですよね。ちょっと動いてるの確かめたかったんで、葉っぱの裏にひっついてたのを葉っぱの上の方に持ってきました。これね、明らかにね、ポジション変わってるんですよ。好きなところに移動してるみたいなんですよね。で、幼虫の方は結構硬いんですよね。全く動く気配はないです。でもね、ポジションが変わってるっていうことはきっと動いてるんですよね。ちょっと乾燥してるな。乾燥してるから、ちょっとスポイドの方でティッシュの方湿らせておきます。あんまり乾燥しすぎるのも良くないと思う。葉っぱの上にいるっていうのは幼虫にとっては絶対に良くないことなんですよ。目立つし、外敵に狙われやすくなる。あとなんかね、いろんなもんぶつかってね、弱っちゃうと思うんですよね。なんで基本やっぱり葉っぱの下に隠れるんだと思います。だけども越冬幼虫の方は固まってて全く動く様子がないので、動いてるのかどうかちょっと不安なんですよね。そこでね、今回はこの状態のまま朝どうなってるかね、見てみたいと思います。黒猫もう眠たいんでね、寝ますね。おやすみなさーい。おはようございます。今ね、朝の4時です。声がおかしいね。あのね、移動してますね。全部じゃないんですけどね、何匹かやっぱ移動してますね。さっきまでここに一匹いたんですよ。それがここにいるんですよね。ひょっとしたら移動シーン撮れるかもしれないんで、黒猫もう一回寝ますけど、カメラだけね、回しておきますね。もしかしたらね、移動シーン撮れるかもしれないんで、カメラだけ回しておきます。黒猫はもう一回寝ます。おやすみなさーい。わかったんですよ。今、大紫の幼虫ここにいます。で、この中入れてたらね、動くんですよね。ちょっと出してみますね。動いてるね。めっちゃゆっくりだけど、やっぱ、動いてる、生きてるんだ。動いてるの初めて見た。やっぱりね、夜行性なんですよね。昼間動くと、やっぱ鳥とかにね、見つかってね、食べられちゃうから、夜動くんですよね。
ぜひともね、幼虫の動いてる姿を撮りたいって思ってたわけですけど、夜に動くと分かればこっちのもんですよ。今も若干動いてますよね。一応ですね、昆虫採集用にね、買った秘密系兵器があるんですよ。そいつでね、どんな風にね、動くかね、撮影してみたいと思います。秘密兵器っていうのはこれですね。ウェアラブルカメラ、パナソニックの AX-A1H ですね。これ、ナイト撮影モードついてるんですよ。IR って書いてますよね。これ、夜の昆虫採集にね、使おうと思ってね、購入したんですよ。それから、これです。これは赤外線ライト。まあ、赤外線ライトなんでね、こんな感じで光るんですけど、これね、夜の行動を撮影したいと思います。多分ね、1時間ぐらいはね、電池持つと思うんで、真っ暗にして、これ1時間動かします。どんな動画が撮れてるかね、後でチェックするのが楽しみです。撮影開始しました。スマートフォンのカメラで撮ったんですけど、全く見えないですね。この状態でカメラの充電がなくなるまで撮影してみたいと思います。当然早送りしますよ。お疲れ様でした。だいたい30分ぐらいカメラ回したんですけど、この子が壁よじ登ってるっていうことは、おそらく動いてるシーンが撮れてると思います。動画の方で確認してください。それでは今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。